はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑う、子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私フジのテイストでお届けしている30分番組です。ほらもうちょっとディッシュ背負っちゃってるからすーもう口ごもっちゃったじゃん。はい、ということでですね、はい、一応先に言っときますね。あの本当はこれは後ろにあるやつで、後ろ前に来てます、はいはい、分かってます。ちゃんとこれが後ろだっていうのは分かった上で、こちらがですね、シャナナ TV 上映せない柄になっておりますので、本人たちのね、本人たちのお顔が載ってるので、今日は、はい、後ろ前、それでも着たいバンティーを、はい、それでも着たいということで、ちょっと後ろ前に着させていただいてます。はい、ということで、6月25日に、神戸で開催されました、ディッシュ、うん、ホールツアー2023トライアングル神戸ということで行ってまいりました。まあね、何週間か前に、大阪の 2days の話は、はい、したんですけれども、はい、今日は神戸のお話神戸っていうほどそんなにないと思うので、途中からきっと東京リベンジャーズの決戦の話になると思います。はい、近かったんですか席。あ、もう聞いちゃう聞いちゃう席ね、10列目だったの。わ、だからね、やっぱね、いや、数字的にはね、数字的にはほら前は私、コニファー4列目だったし、おうおうおう、去年の、アリーナライブ大阪城ホールは7列目だったから、うんうん、それ2つともうちの娘が出てくれてるんだけどね、うん、だから、まあ、10列って言って数字的には後ろだけど、いや、なんせ箱がちっちゃいので、うん、2000人弱、今日ぐらい3000人弱ぐらいしか入らない会場だから、もうそらも10列目って言ったらすぐそこっすよ。え、距離的には一番近いぐらいだった？一番近かった。おー、すごい。いや、もう本当にでね、何、その場所によっちゃ大阪城、はい、あ、じゃなくて何、オリックス劇場とかは最前って言ってもやっぱりちょっと距離が2メートルぐらいはあるのよね、うん、舞台と最前の人たち2メートルぐらいあったりとかするんだけど、この間行ったね、神戸国際会館国内ホール、ん、忘れてたの一列最前はね、マジで手が届くぐらいの、うん、お立ち台があるんだけど、お立ち台の手に乗ってくれたらそこにパッてこう1列目に座ったらつかめんなっていうぐらいの、まあ、近さだから、まあ、10列目でもね、だいぶ、うん、はい、私的には今までで一番大きくたくみくんが見れたかなって。いいですね、まあ、ということで、メインでもまたこの話を続けていきたいと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、ということでですね、まあ、私的にはいえばそのトライアングルっていうツアーは、最後の最後、3日間3会場入れて、3会場3公演入っても3公演目っていうことで、まあまあ瀬取り的にはね、1曲だけちょっと違ったんだけども、まあもうすでにね聴いてるやつなので、まあ乗りに乗ったというか乗りに乗ってでもね、うん、ちょっと今回ね初めて、1曲目が沈丁花なんだけど、はい、ね、いつもいつもありがとうっていう曲だけど、はい、うん、なんかね、なんか分かんない、いや、これマジ分かんない、うんうん、なんでだか分かんないんだけど、まあ、近さがあるのかな、はい、近さかもしれないんだけど、はい、マジで沈丁花で泣けたんだよねその歌詞云々じゃなくて、なんかね、本当にいるんだって、いや、今までも実際本当にいるんだけど、なんかやっぱ近さってすごいね距離感すごいなって思った。マジで嬉しいっていうか、本当にいるっていう、本物みたいな、本物、いや、今までも本物見てんだけどね、うん、だからそれをなんかね、もう沈丁花でとりあえず一発泣くみたいな、1曲目でね、うん、そう、うん、で、まあでもそのね、瀬取り自体はそんなに変わらなくって、で、なんだっけ、何の曲だった、そう前回のやつの時に言うの忘れたんだけど、大阪会場の2日目がその1曲目の沈丁花でね、マー君、ギターのマー君、うんうんうん、ギターの調子が悪くて、なんか途中弾けないというか、まあ、引っ込んだったかな、まあ、だったんで、たくみ君がね、1曲終わって1日が終わってから
もう一回やりますって言って、うん、大阪の2日目はね、チンチョゲン2回聞いたの。へっていうのを前回言うの忘れました、うんうん、はい。で、そう、まあね、全然セトリ通りには話しませんが、思いついた通り、うん、思いついた通り話しますが、うん、愛の導火線、うわ、愛の導火線毎回出てくる毎回出る、ね、前回もオーラス、ね、あの神戸の次の日はオーラスだから、はいはい、オーラス匠くんが言うじゃんと、うん、ね、止まる気しないよね、そう、止まる気しないよね、オーラス匠くんが言うだろう、うん、じゃあその一個前の神戸は絶対ちゃうやんって、うん、もう絶対メンバーやんって、まあ、ちょっとねメンバーにがっかりするのもなんですが、いや匠くんが聞きたいやんってだ、ね、ケイちゃんがね、いやもしかしたら練習がてら前で、ね、あのオーラス前もやるんじゃないですかって言ってたじゃん、うんうん、でも私的には大阪1日目、はい、デイ1が、第一、うん、ドラムの第一で、大阪デイ2がトイ君、うんうん、で今度神戸が、まあ、マー君かなみたいな、はい、まあ、マー君だったらそれはそれでね、ちょっと話題になるやみたいな、うん、3人全部聞きました、聞けなかったら匠君だけですっていうオチができるなと、顔が怖え、オチができるなと思ったわけよさあさあ、神戸は一体誰だったでしょう。たくみくん、ちゃうかった。正解はスラッシャーみんなに言わしてくれた、それもありじゃないですか。いやそれはね、嬉しかったよ、うん、まあ、止まる気しないっていう直前にね、うん、じゃあみんなで、みんなの声でって言って、スラッシャー、私らはまた叫んだわけですけど、それはそれでありだなってね、うん、すごくなんか喜んではったんちゃいます。まあね、本人たちもね、うん、し、まあ私もえってなったけど、でもえってなる間もなくもう声出してたよね、もうすごいからねそうそうそう、逃す気はないよね、止まる気しないみたいな大声、へそう、これはちょっとやられた感かな。いや他の会場ではやってないと思うんだ、想像外野だね。そうそう、分かんない分かんない、他の会場でもあったのかちょっと分かんないけど、まあまあね、そうやってスラッシャーというか、じゃあかみんなでって、みんなの声でその手がありましたかみたいなちょっとびっくり、でもまあまあ感慨深いっていうかさ、うんうん、ねオーラスはやっぱり匠くんでした。あ、そうやったんや、はい、あの配信がね、はい、オーラス配信、あ、見れたんですね、あったので匠くんでした。え、ちょっと見れたん。見れました。あ、じゃあよかったじゃないですかまあ見れてはですし、まあ配信なのでね、あの大写し、うんうん、本人の顔大写しで、あ、まあ見れてはで、ね、見れてはいるので、まあいいんですけど。いいんですけど。まあいいんですけど。まあ、言えてよかったですね。そう。聞かせれて。いや、聞かせれて。聞かせれて。私らの声が届いたんで。そうそうそう。そうそう。まあまあね、僕の愛の導火線問題は、なんとスラッシャーに落ち着きました。毎回出てくるね。そう、毎回出てくるね。で、そう。で、今回ね、面白かったのが、面白かったのが、別に面白くないんだけど、うん、今ツアー、去年の、まあ、5月6月のツアーが今ツアーで、はい、うん、その時に私指輪2連の指輪を吹っ飛ばしまして、そうでしたね、はい、お気に入りのやつが、そうお気に入りをね、あの金ブレ、その時は金ブレまだ持ってたから、金ブレ持ってるはずなのになぜかリングが2連が飛んでるっていう、うん、帰りにあれないってなったっていうね、うん、話して、はい、で今回、うん、あ、これね緑だから見えないんだけど、今回のこれ、あれなんですけどね、なんだっけ、今回のやつなんですけど、うん、まあ、私こっちもこう2つしてたわけですよ、はい、でこっちにこの今回の、トライアングルのやつをしてたら、うん、まあ何の曲だったかも覚えてないけどね、わっしゃわっしゃやってるやん、はって気がついたら、なんかはって気がついたらちゃうな、なんかねボトって落ちた感覚があって、うんうんうん、って思ったら、このちょっとこれ一個だけね、これ外せるのよ、これが、あ、紫のとこが、そう、本当はこっちね、本当はこっちなんだけど、ちょっと緑だから、この部分とこの部分外れるのね、これ、うんうんうん、で、はっって気がついたら、私の足元に、今回のやつのこれだけがポトンって落ちて光ってたわけ、うんうんうん、ないってなって、こっちのでかい方がないの、そう、なくなっちゃったのえって思ったんだけど、えって思いながら、まあ、とりあえずこれは拾うよねとりあえずこれだけ拾って、こうやってポケットに入れて、うん、で、いやもうどうしようって、まあいいや、後で、まあ、何曲か、まあ、いやでもないな、中盤ぐらいかな、まあまあ早いな、まあ、中盤ぐらいで何の曲だったかな、早い段階でもギャンギャン、ね、ギャンギャン結構キックスターとかなんかかな、うん、でまあわーってやってた時だと思うんだけど、あ、ないってなってでもうまあちょっと気にはなるけど、うん、しゃあないみたいな踊ろうか先みたいな、まあ、ガンガン飛んでたも仕方ねえやみたいな、いやこれが落ちてるからきっとその
飛んでったっていうよりはこれが外れたからこう落ちたんだと思ったのね。そうだからきっと、まあとでその暗転っていうか暗転した時っていうか、まあ、何あれアンコール前になったらちょっと探そうと思ってたわけね。ほんで、まあ、でもちょっと忘れかけてたんだけどちょっとね時間経ってねちょっと忘れかけてて、アンコールにな、まあ、アンコールの時にディッシュはおっかわりっていうの、はい、ディッシュだけ、うんうん、おかわりっていうアンコールなんだけど、うん、その時にこう、まあ、一旦ちょっと座るわけさみんな、はい、で座ってふーってなってたら、なんかこっち側変でこっち側私の前の列のこの辺り前の人たちが、うんうん、なんかこう後ろを向いて2人ぐらい女の子が後ろを向いて、うん、これなんとかかんとかって言ってるのがはって見えたわけよ、うん、だ手にこっちを持ってるよくわかるやつはすいませんって言ってそれ落ちてましたって言ったら、あはいなんか落ちてましたって言ったら、ありがとうございます私のですって言ったら、あでもこれもうこっちがここがないですって言ったら、あ持ってますって言って半券チケットみたいな、そう持ってます私のです証拠ですみたいな、そばにでもなくみたいなウケるな、よかったですね、よかった。なのでアンコールはまたもうバッチリ捨ててまだついたんがよかったんだよね。いやつくんよつくんよ、降りてたんじゃなかった、そう俺これねちゃんとそうやって分かれるのよ、そうっていう、今回人らですね、そうよかったから、よかったなと思って前の人ね、優しい方々、まあまあ遠かったん、いや近い、私の前の横の人に行ってるやんだからね分かんないのよ、どうして行ったのか、そっちにこうコロコロコロっつって行ったんじゃん、こう落ちる、いやコロコロはいかんやろ、縦でこう行ったんじゃん、コロ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 って行ったんじゃん、分かんないけど、わかんないぞ、それか誰かがバーンって蹴ったんじゃん、まあ、蹴った可能性ある、うん、なんなら私が最初に蹴ってるかもしれない、ね、うん、かもしれないそうたまたま、でもこっちがあったからね、うん、よかったんだけどちゃんと証拠もあってね、証拠もあったしねこっちは光ってたしね、しかもね光ってますから、ね、そうだから光ってないのに気がついてくれたっていうのが、うん、なんかもしかしたら当たったとか、そうちゃう、それか踏んでうわってなったんかなったんかな、うん、で一応ね、あすいませんありがとうございますって言って、もその時はもうつけるのに必死だから、帰りに帰りもう終わってから、うん、すみませんありがとうございましたって言って、ぶつかってないですかどっかって言って飛んでてないですかって言って、あ大丈夫です、でも、まあ、多分誰かがね、そうきっとね、うん、まあ最近一番最初に切ったのは私だと思いますがはいっていう、まあいろいろなエピソードをね、面白い作っちゃうよね私ね、はい、まあでも今回もね一人で初一人で参戦なので、一回だけたくみくんって叫びました、一回だけやったんですか、えらい少ないし、ね、そんなにね叫ぶ人いなかった、あそうなんですか、感じかな、あと男の人がね、なんか上の方から男の人が何回かね、うんうんうん、っつってたけどその時反応どんななんですか、おおみたいな、うん、普通、うん、多いんでしょうね男性のファンの方も多くなってきた、ね、うん、かなり多くなってきたの、あいやもともと男の人だけでライブやったりとかもしてたから、うんうん、なんか男の人のファンの方も多そうな勝手なイメージです、うんうん、あ、まあ、でももともとほらちょっとねやっぱアイドルっぽい感じの活動もしてる、うん、もっていうか活動が多かったっぽいから、うんうん、まあやっぱり女の人が多いし、でもやっぱメンバーは男の人が増えてきてるっていうのが嬉しいでしょうね、うん、みたい なんかそう思うわ、そうそう、だからまあ男の人、うん、でそうそう、で結局今までっていうか私がよく見てたのはやっぱほら彼女がファンで一緒に来てるとか、うんうんうん、まあカップルがファンみたいな人が多かったけど、この間神戸はね、私の後ろだったかな、何で並んでた時だったかちょっと忘れたけど、うん、やっぱ男の子同士で来てるっていう、あれ高校生ぐらいなんじゃないのかな、男の子同士でね、憧れなんでしょうね、かっこいいしてね、そう来てる、あのなりたいとかね、まああるだろうね、うん、まあ、だってね芸能、まあ、それこそねそういう事務所に入りたいみたいな子たちでね、うん、やっぱり歌って踊れて、ね、演技ができて、うん、かっこいいってふだってはい、でね今回はそうで、おまあ、おちょもいっぺんにオーラスの話もするんだけど、うん、オーラスがね、新曲も2曲披露してくれる、最後だけ、最後のオーラスだけ、ね、の日だけ、そうそうそう、まあ、それはまあそうだろうなと思ったんだけど、うんうん、エンドロールは悲しくないっていうのと、うん、ウェディングソングっていうのを、まあ、2曲とも、はい、うん、オーラスやっぱりオーラス行かなきゃいけないって思ったえそれとどこ、東京、あ東京か、でそう私全然そのオーラスほら花からそんなに行く気がなかったから、あんま言ってなかった、そうもういいや、こんな、まあ、それこそコニファーもあると思ってたからね、行かなかったっていうのもあるんだけど、言ってたそうで
その配信パッと見た瞬間にあめちゃくちゃ広い会場がって思ったのよ、うん、でホールツアーだから、まあ、いや大阪城ホールあじゃないじゃない、オリックス劇場も、うんまあ、3000人ぐらいだし、うん、その神戸のやつもまあ3000人弱ぐらいだし、まあ、大体それくらいかな3000、4000、5000人ぐらいの会場でやってんのかなと思ったらオーラスの会場パーって見た感じがめちゃくちゃ広くてうわ広いやんと思ったら8000人ぐらい入る会場だった、8000人とかっつったらほぼまあ情報とかもっと入るんだけど、うんうん、代々木一体育館とかで1万ぐらいだからそう思ったらそのレベルじゃんと思って、うん、それもなんかソールドアウトしてるからねすごいすごいすごくねもうディッシュすごくねね、うん、大人気そう、ねまあ、でやっぱりねあのね、はい、私もともと配信、自分が入れてないやつの配信ってあんまり見たくないタイプだからこんなことやったのみたいななるから、まあ、なるからっていうかあのだからあの配信あってる時はちょっとリアルタイムでは見てないのねあとの見逃しで見てるんだけどへだちょっと変だろ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 なんで、まあ、見逃しで見てそのやっぱりね入りたいよねオーラスはねしまったと思ったよで、うん、そこ気がついたんだけど、うん、リッシュを好きにあリッシュを好きになってたくみくん好きになって、うん、その後でその、まあ、ライブいっぱい入るやん、うんうん、でまあジャイガとか、うんうん、コニファーとか、はい、いやそのまあ最初1日しかないやつ、はいね、フェスみたいな1日しかないやつはまあまあもちろんそうなんだけど、はい、今ツアーのオーラス入ってるし結構行ってますやんか行ってます、ね、今ツアーのオーラスも入もう名古屋だけどね、うんうん、入ってそれをで、2021年の10周年の横浜パシフィコもオーラス、まあ、3日間あったうちの 3日目は入ってるのよね、うんそう思ったらなんで私今回オーラスいかんかったほんまやねなんでやろうねうんだってコニファーがあると思ってたもん それがなんで、ね、そうそうだからオーラスでありましたよ発表、うん、コニファーがないっていう発表はないんだけど、うん、そんな発表はしないんだけど今年の、うん12月の2と3に、うんうんうんアリーナライブっていうことで、はい神奈川のピアアリーナ MM っていうところで、うん、ありますアリーナライブそれは行きますそれは行くよねはいそれはもちろん行きます、まあ、なのでね、去年は結局アリーナライブで初めての初アリーナっていうことで大阪東京でやったんだよね、うんうんうん、1日目は大阪で2日目東京でやって、まあ、両方行ってるじゃん、はい、で今回は残念ながらまあ神奈川だけ関東だけなんですよ、うん、ちょっと残念なんですけどまあですね、まあ、でも考えようによっちゃさ考えようによっちゃっていうかもう絶対にだって1日組んでね舞台組んで壊して次の日またこっちで組んで壊しててそら経費かかるよねそりゃそうでしょう ねそう思ったらそらもう2日間やるんだったら ね同じとこでやった方がそら経費はかからんでしょってちょっと思ってやっぱりあの確かに事業主として思うよね確かに確かにそれは経費かかっちゃうわそれはって思ったまあそこはちょっと納得、うんまあ、私らが動くよっていう動こうまあだって1日行くんだってさ2日行くんだってさ交通費変わんないわけじゃんそれだ2回行くわなうん2回行くわなそう2日間行くわな絶対なそれ行くわなそうみんなそれ言ってたいやそれ行くんなら2日行くでしょってってことは競争率上がるわな確かにな, なまあなので、うん、まあ申し込みでいつだったかなこれのオンエアの時にはもう、発表が、はい、あっていますので、まあ、うん、おそらく行ってると思いますが、はい、まあでもね、やっぱファンは増えてるからね、うんうん、ね競争率そうだってオーラスがそれこそあの前回の名古屋の今ツアーの前回今ツアーのオーラス名古屋で、うん、まあ残念ながら平日だったからちょっとソールドアウトまでしなかったと思うんだけど、うんうん、今回はね人数8000人キャパのところので平日でやっぱりソールドアウトさせてるからね、うん、すごい。でも星降る夜にの影響だいぶでかいと思うあドラマ、うん、あそこからそこからファンになったっていう人めちゃくちゃ多いから ねあそうなんですねドラマから、うん、いや、まあ、いやそうよね私もだってほらなんだっけ映画映画見て、うん、好きになってすぐリッシュのライブって思って探したんよあそっかそうそしたら会えるもんねそう会ったんだけど、うん、あ、で、あの大阪はなくなっちゃってた、うんうんうん、で、名古屋があったんだけど、その後名古屋があって、うんうん、名古屋あるやんと思ったら名古屋もソールドアウトしてたから残念ながら行けなかったんだけど、まあ、思うね、私もそう思う絶対すぐライブがあるので行きたい
そりゃ本人がいてるんですもんね。ほんで私はジャイガに張り切ったわけさ。そうやなまあね、今回あの、まあ、ジャイガーはあ、そっか行くでしょ。行きますよ、もちろん行きますけど、3番手で、うん、あのこのオンエア週にはもう終わってますね、うん、はい、まあ、どうなったのか、まあまあ、の前みたいに必死こいて行くのか始発レベルで行くのかで今回3番手だからさ、めちゃ暑そう。暑いしね、3番手だからね、まあさすがにその1番手2番手のグループのやっぱバンドの人たちをね、いやもしそうなったら乗るけど、うん、乗りますけど、でもやっぱりね、ディッシュの頃来てそうやな、あこいつらディッシュ目当てかって思わせるのも申し訳ないなっていうのがあるから、うん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 、まあちょっと今回はそんなに朝一で行くっていうことはないかな。ちょっと後ろからちょっとずつちょっとずつ前に行く感じ。まあでもそれでもいると思うよ、そうやって最初からでしょうね、うん、最初からもうねガンガン、うん、でしかもあのね本人公式のライブではね金ブレ触れなくなったから、うんうん、なんならじゃあフェスで振ろうかっていう人たちももしかしたらいるかもしれないしね。なるほどな。いや私は振らないよ、もちろん絶対持っていかないけど、うん、でもね、もしかしたら、まあ、いるかもしれないので、まあ、どうなるかは分かりませんが、きっとまたね次回の回収か、うん、次回の時はまだか、収録の時にお話が、はい、またディッシュのお話みたいな、いいじゃないですか、やろうかなと思っております、はい、でわどうしよう、東京リベンジャーズのお話があんまりできない、はい、リベンジャーズ、東京リベンジャーズの決戦が、はい、30日に、うん、6月の30日に、ね、はい、公開になりました。はい、もちろん初日初回に私さすが、はい、あの8時35分開始、いや、あ、じゃあ9時35分、いや8時35分のね、うん、開始のやつに、はい、行ってまいりまして、泣いたね、マジ泣けた。でケイちゃんがまだ見てないんですよ。そうなんですよ、なのでまたネタバレできないんですよ。まだみんな見てへんところもね、あ、まあ、まあまあ、そこかもしれない、まあ、ネタバレはしないけど、泣いた、あの後半ずっと泣いてたから、マジか、久しぶり、あのね、あの ANZERO 以来やばいな、頭が痛いっていう状態、終わってから泣きすぎて頭が痛いっていう状態、うん、うん、マジで泣ける。へえ、いや知らんよ、どうか分からんけどね、分からんね分からんけどね、変な泣き声出るかもしれない。いや本当にね、残念なちょっと事件もね、うん、あっちゃいましたけれども、うん、まあ言えばバジがねほぼメインの会みたいですね、はい、なのですよ、もうなんならなのですよ、なので、うん、まあ、でもね本当に、あ、もう本当もったいないことしちゃったねって思う、あのほんまにいいのよ、まあ、演技がいいって言ったらあれなんだけど、もうとにかくその内容的にも全部よくて、うん、もうほんまね、うん、もったいないことしちゃったね、お前たらね、そうなってるはずなのね、なんですよ、なのでね、まあでも、あのぜひ見て、皆さんもね、はい、見ていただければと思っております。はい、エンディングはケイちゃんにからのお話をしていただきます。大倉慶の望みを叶えるカラーメッセージ、どんどんパフパフパフ。はい、あのゆかさんとネイルが謎にかぶる時がありますよ、くありますよね、はい、で今回あのちょっとかぶっておりまして、写真出します ねブルー系、うん、そう、私1年ぶりのブルー系、ね、私この前1個前が里見先生の演技レッスンに行くっていうところで、はいはい、ターコイズを釣り入れたんですけど、今回はゴールドかな、ゴールドとホワイト、私はシルバーなと、あのブルー、ちょびっとブルー、そうちょびっとブルー似てるよね、ちょびっと入ってるブルー、ね、似てる、入れ方がねめっちゃ似てるんですけど、でやっぱりあのもう何回も言ってますけどあの、ね、まあ、ネイルがねできないね、お仕事をされていらっしゃる方とか、うん、あの事情でねそんなネイルはできへんわっておっしゃる方も多いと思うんですけど、このね見えるところの色はあのすごい大事になってくると思うんですよね。なので、今月こんな気分で過ごしたいわ、こんな月にしたいわっていうのを色に
なんとなくでいいですから、あの、なんていうの、決めて、うん、そのそれを乗せてみるっていうのはすごくいいですね。あ、そうそう、私本番はこんな、例えばピンクやったら、あ、ピンクな月にしようと思ってたんやったわみたいな感じで、あの、なんていうの、願をかけるじゃないけど、うん、願いをネイルに乗せるっていうのはやってみたらどうかなっていうふうに思いますね。ゆかさん、なんでブルーにしたんですか？夏だから涼しい。そう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 、うん、そうそう、もうちょっとね、明るめにしようかどうしようかな、結構渋い系、ね、そう、ちょっと渋い感じのね、目にしました。うん、けいちゃん、なんで今回ゴールド？え、もうゴールドはもう絶対ゴールド、もう絶対ゴールド、ゴールドはもうキラキラ、あの、金金運直接的そのままだった金運キラキラ。私はあれよ、あの、本当はあの、なんだっけ、見本はここが金だったのよ、うん、このギク、今シルバーに、シルバーにしたね、そうそうそう、シルバーに。大会のネイリストさんが、どうしますか今回は、シルバーにしますか、シルバーにしてくださいね、だからシルバーって、あの、まあ、白の意味で読み解いていくといいので、ブルーと白やから結構浄化ネイルですね。おお、浄化系ネイルじゃないでしょうか。全然何にもあの思いつかないけどまあね、ケイちゃんターコイズやめたからむくんだんじゃね。そうかねもう何でも買いに行こうかそう、でもそっか、じゃあまあまあ、それこそネイルとかでそういうの色、うん、ターコイズして、でちょっともしかしたらこう見てるで、うん、見ててとか、あとターコイズ見て、あ、そうや、またあの、何、あ、マッサージショーとか流そうとかっていうのを思い出す、うん、もうこれネイル見たら金運金運まさかの金運、またマネーシューを、ね、出していかない、久しぶりじゃございませんかマネーシュー。そうだわね、本当にもう何年も経っちゃうけど ね、だいぶ経つよ ね、まあ、でもだいぶマネーシューも、あの、もうマネーシューが普通になってきた、ね、よかったですはい、ママラフの Facebook ページにも遊びに来てください。カタカタでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますので、ぜひご覧ください。インスタグラムはハッシュタグママラフで、ご覧ください。ではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。